と一二ですよね。とトアは高校の時から一緒にやってて、大学は離れちゃったんですけど、もともと仲が良くて、なのでこれからまた楽しくやれるなっていうのが印象です。で、ユウは結構真面目な印象が最初あったんですけど、話してみたら面白くて、ちょっと抜けてるとこがあっていいなと思います。で、リコは明るくて、もういつも笑ってて、すごいその印象の通りそのままだなっていう印象です。で、レオンは大学一緒にプレイしてたんで、もう4年一緒にやってたんで、なんかもう真面目で結構ストイックなとこもあるけど、抜けてて明るいところがいいなって思います。これは私も結構苦手なところで、本当に一緒で、右ドライブが結構得意だからそっちにばっかり行っちゃうんですけど、自分の中で、苦手なりに意識してるところは、右、最初に右を残しとくと、右に行っちゃうと左次切り返した時行かなきゃいけなくなっちゃうんで、最初わざと得意な方にフェイクして振って、左に思いっきり前に着いたら大体取られることはないので、前に着いてその後得意な方に切り返していけば大体いけます。もうキホさんです。と雰囲気が明るくて、なんかきつい練習とかの時もみんな盛り上がりながらやってるところがいいなと思います。すいません、覚えなきゃ、やばい。そうランドクルーザーフラットですか。プラドか、ランドクルー、トヨタランドクルーザー、はい、トヨタのランドクルーザープラドに乗りたいなって思います。一番モットーにしてる言葉は、死ぬわけではないという言葉で、きつくても辛いことがあっても死ぬよりはマシだから頑張ろうって思わせてくれる言葉です。手羽先です。いつもエネルギッシュですごく明るくて、パワーを選手一人一人にこう与えるような感じの印象でした。と実際の末っ子は私なんですけど、一番末っ子感があるのは古木莉子ちゃんだと思います。なんで？理由は結構キャピキャピしてるし、なんか甘え上手だから結構末っ子感あるなって思います。とこの大っていうのは高校の時に結構決めてもらったやつなんですけど、大仏、奈良の大仏とか鎌倉の大仏とかある大仏のような大きい存在になれるようにの代です。と一生懸命頑張るので、皆さん応援よろしくお願いします。